根本氏は、日本の氏族の一つ。家門丸に、県辺食え家門丸に三つ、柏家門丸に違い高の羽家門丸に、木工本生は、藤原氏。藤原北家の流れを組む藤原秀里の末裔、小野崎氏の初流。小野崎道志津の次男、森通が、日立国氏の打群根本を漁師根本氏を起こした。家門は丸に、県辺食え、丸に、片食え。 きっこうに、けんへんくえ、まるにちがいなかのはね、まるに花びし、まるにひだりみつ、かしわ、まるにいだきみょうが、まるにもっこうなど。けいふ、おのざきみちしず、ねえもともりみちみちはるとおりもんたたみち、みちしげさたけしが、おのざきしを参加に加える過程でその所流にあたる、ねもとしも、さたけしの勢力下に入ったとみられ、戦国期のさたけ家臣として、くじぐん、 斉藤衆に根本区内政の名が、佐竹家中の衆として、根本木神の名が確認される。また、佐竹氏の道の区国南郷支配の拡大に活躍した武将として、根本家門家門城の名が見え道の区国南郷花園の地に25巻、堤に25巻、計50巻を領したという。また、久慈東軍町屋里の根本氏は、同じ、九時世秀里流ながら、 秀里のことも言われる、佐野太郎秀森を演祖とするという。根本思祖は、前九年の役にて、安倍氏追党の大将、武津守陣寿不将軍源頼近に従い、安倍宗党を生け取りにするといい。その後、子孫は、佐竹氏に従い、永楽五百官で、根本合上主となるという。警府、岡田太郎通り種、ね、十五位下右京大部摂津主通り宗。 佐野文語の神交通、江戸政治、中八郎通り坊、佐竹氏に仕え1602年、佐竹義信の秋田天保に、根本氏のうち根本ため通り、ためやら数が随行し、最終的に天保後の文家も含めて八家の家系が、小野崎文流たる、秋田藩氏根本氏として続いたという。このほか、平氏流根本氏、藤原氏流など数流も確認される。警府。 根本三郎右衛門玄衛門長戸からため通りから、ため三つるため広ため寺通りため、京府根本日向子平道高通り家通じ、通り、高系譜根本ため高高行常行通行から、種行春行高校工業乗行長行近行忠行き、竹行き正行吉行,行,行,義行,行,行里行通り国、里行家門女彦,彦八義行行,行政系譜、根本道重通職通,通り市通り亭通り、 大警府根本義行勝行、勝通通り、旧大通圏警府根本義行通り亭、道重通りや又、また、小野崎分流に根本稲葉を名乗る家系も確認される。警府根本稲葉通り亭道広道常通り町、根本新造人の一族も小野崎分流という。警府根本通直から新倉人また、三戸藩に仕えた家系もあり、 子孫からは、根本新兵が排出されている。慶府、根本吉子と祐介、新兵江戸の幕臣機正茂が、根本氏を呼称する。京府機正茂げ聖次、根本成重げと都市江戸幕臣のうち、源氏を名乗る根本氏については、完成重修書家府に記載があるという。慶府、根本新米聖次成重げと都市ありがとうございます。